電、コミュニケーション電です。出口は左側です。
乗車でございます。東西線経由、通勤支援橋です。東区の車両です。電車は何番です。
大阪城北線、大阪城北線です。出口右側です。一部列車のホームの間が広く開いているところがございます。降りられる際は足元にご注意ください。
が進歩した進歩したです。出口右側です。
到着の際、列車が再入れますので、ご注意ください。お乗り換えでご案内いたします。大阪市吉野方面に参ります。高槻行き、13時37分。ホーム変わりまして、6番乗り場から発車です。JR 宝塚線、宇都宮宝塚行き、13時37分。着きました。同じホーム乗り場は3番乗り場から発車です。約4分停車いたします。発車までしばらくお待ちください。
線まで除雪専用車となっております。除雪専用車のステッカーが表示されております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。次は立花です。出口左側です。
が西の宮、西の宮です。出口左側です。
右側4番乗り場に着きます。到着発車の際、列車が停止しますのでご注意ください。それではご案内いたします。次は市六甲道方面に参ります。快速戸越駅13時53分、この電車が着きます3番乗り場から発車です。三宮明石石明石方面に参ります。新快速姫路行き、この電車が着きます4番乗り場から発車です。それは JR 神戸線須磨駅にて停車しております。普通電車、車両の確認を行っております。そのため普通電車並びに快速電車、この先一時的に乗り合わせが発生する可能性がございます。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたします。三宮神戸方面をご使用のお客様、新快速姫路駅ご利用ください。現在のところ、観測されました。後の出発予定となっているため、
各駅に停まります。西明石駅です。はじめの神戸線スマイキに停車両の確認を行っていた影響を受けまして、はじめの神戸線を走ります普通電車並びに快速電車に遅れが発生しております。現在この電車にも4分程度の遅れが発生しております。お急ぎの中、電車の到着、少々遅れますことを申し上げます。次は江南山手、江南山手です。お出口、右側です。江南山手、江南山手です。お出口、右側です。本日は電車の到着遅れまして、ご迷惑をおかけいたします。
元山、先頭は元山です。出口、左側です。
前です。お出口右側です。
とした各駅に停まります。通勤者ご使用です。まもなく元町、元町です。出口左側です。
が新長田です。出口左側です。Thank you.
出口右側、一番乗り場に行きます。到着発車の際、列車が再入れますのでご注意ください。終点に就活しますね。この電車が次の到着です。目玉は自動で開きます。ドアから手を離してお待ちください。
側が1個埋葬です。出口右側です。
線を乗り換えです。高島出ますと終点西明石に止まります。車内の電車のためドアは自動で開きません。取り上げる際は乗り込むボタンを押してください。